いたことで、その時はあんまり感じなかったことなんだけど、
業引退、50時代が引退して、俺らの第52代がこう部活を取り締まる、仕切るようになって思ったのは、なんかずっと不安なんですよね。やっぱ先輩がいたから安心できるから、もう特に先輩のずっとやってもらってて、俺らとか見てるだけっていうのは、やっぱ一個上がいることによって起きてて、でいざ俺らが一番上の代になると、その係だったり、その部長とか副部長も全部俺らの代。なんだお前ら、何してんの。まあいいや。で、そう俺らが全部52代がそう率先してやるのが当たり前になって、それで、その時は何、俺はね、なんか何してもやっぱり不安があって、 MC 読みます。ラスト、3つ目、この浦山くんが俺を誘って、このテナーが2年前の冬来でできたんですけど、その時は初のライブハウス で浦山が言うには、これは俺めっちゃ初心者で、その浦山が初めて誘ってくれて、友秀のこのギターうまくなるためのバンドみたいな感じで作ってくれて、で、こう2年越しに今日がもう多分この4人でできる最後のライブということで、最後で俺の一番最初のこのライブハウスで出たバンドということで、すごくこの朝3曲しかないんですけど、聴いてるとき、次の曲聴いたときにすごいなんか電車の中に涙が出そうになって、で、そのわけっていうのは、やっぱ聴くたんびにこのライブ映像自分でも見て思ったんだけど、その51代の全員がすごい前に来てくれたんですよ、その夏ライで。それがこのライブ越しに映って、そのこのシーンがずっと頭の中にこうフラッシュバックして、だからわがままなんですけど、最後にそれをまた見たいなと思って、51代の皆さん本当に卒業おめでとうございます。一番お世話になったのは先輩の51代の中でやっぱり白澤さんで、俺は夏合宿の時に、俺が1年の時に白澤さんと班で、戸谷さんと3人でその前日に100均とか行って、流しそうめん作ろうっつって、ですごい大量の紙コップとか買って、俺が家で徹夜してこう流しそうめんの土台作ったんですよ。で、次の日折りたたんですっごいでっかいバッグにそれ入れて、でよしやろうっつって、戸谷さんがお前そうめん持ってきたっつって、持ってきましたっつって、カバン見たらなくて、でも流しそうめん台だけはあったんで、じゃあとりあえず何か流そうっつって、プリン流そうって言って、まあ、流して遊んだんですけど、その時張本人の白澤さんは酔っ払ってカレッジで寝てました。一番楽しそうにウキウキした白澤さんがいなかった流しそうめんがすごい懐かしいです。ありがとうございました。本当に楽しい思い出ばっかりでした。51代、本当に卒業おめでとうございます。最後の曲です。